今回紹介するのはバグです。ビニールアーティストガチャの略なんですけど、ベアブリックでよく知られているメディコムトイが出しているガチャガチャのブランドみたいなもので、いろんなアーティストとのコラボをして、毎回5種類とか6種類、つまり5人とか6人のアーティストのイラストだったりっていうものをソフビとしてガチャガチャでゲットできるっていうものになってます。で、今回ゲットしてきたのは32段にちょっと気になるのがあるので、その前に予習として31段のものを一つだけゲットしてきました。早速中を開けてみたいと思います。ししまるももさんというアーティストの方のうらみつらみ、つらみちゃんというキャラクターです。で、大きさが 4,5 センチぐらいでソフビなんで、すごく持った感じは軽いです。わー、すごくいい色合いですね。これ髪の毛はちょっと明るめの黄色で、顔もすごく可愛らしいイラストというかデザインで、あー、すごくいいです。これちょっとレトロな感じがいいですよね、この顔とか。で、中にはこういう風にちゃんとカラーのミニ説明書も入ってます。今回のシリーズ31弾は4人のアーティストの方とのコラボで、僕がゲットしてきたのはこのししまるももさんのうらみつらみというキャラクターです。で、ししまるももさんは普段から自分でこういうデザイントイっていうのを組み立てから色塗りまでご自身でされているアーティストの方で、普段のものはもう少しでかいものなんですけど、これまでだとタツノコプロとかとのコラボグッズとかも作られてきた方みたいです。このつらみちゃんっていうキャラクターはししまるももさんの別のキャラクターで、月物タタリーっていうお化けのキャラクターがいるんですけど、そのお化けの友達っていう設定らしくて、で、このつらみちゃんも実は幽体、まあ、お化けらしくてですね、体が本当はお化けらしくて、それを隠し、このコートとブーツで隠してるっていう設定らしいんですよね。で、ししまるももさんが普段ご自身で制作されてるもう少し大きめのつらみちゃんだと、このコートの色がクリアバージョンなどもあってですね、そっちだと体の中がちゃんと本当は幽体なんだよっていうのが分かるような作りをしていて、そういう面白いキャラクターになってるみたいです。この顔の感じとかすごいなんか可愛らしいキャラクターですよね。飾り映えのしそうなデザインですごく気に入りました。今回9月発売予定のシリーズ32弾のちょっと予習も兼ねて、このシリーズ31弾のつらみちゃんをゲットしてみたんですけど、すごくいい出来なので、ちょっと9月の32弾も楽しみに待って、それも一つはゲットしに行きたいなと思いました。